疲れたなら座って休むか。大丈夫？それならなぜため息をつく？ため息だけではない。地面に何か面白いものでもあるのかと思えるほどずっと下を向いている。どうした？仕事の悩みか？この道を何回通ったか覚えているか？やはり悩んでいるな。他の道を行こう。でないと4回目になってしまう。どうしていつも外にお手玉蹴っちゃうんだよ。また反則したらもう一緒に遊ばないぞ。ごめん、拾ってくる。ありがとう、おじさん。いや。え、僕には反則っていうくせに。もう行くよ。ありがとう、お姉ちゃん。お姉ちゃん。見たことはある。ストレス解消に役立ちそうだ。今は複雑ということか？そんなに落ち込むとはらしくない。一回で無理なら何度でもやればいい。この場所を使わせてもらう代わりに氷のスーパーヒーロー像をあげる約束をしただけだ。ルールなど気にせず、ただ前に飛べばいい。さあ、一緒にやるぞ。よくできた。どうだ、ルールなど必要ないだろ。これは初のおかげで思いついたやり方だ。私のケンケンパ仲間だ。猫じゃらしさえ使えば、ハツの走る速さはここにいる者全員に勝るだろう。住宅地の警備員が世話をしている野良猫だ。今のお前は猫じゃらしをなくして悔しそうにしている時のハツの顔にそっくりだ。パンチで反撃してみるか？来るといい。私の隣に来ることができたら好きにしろ。ルールなど必要ないと最初に言ったはずだ。あと一歩だ。私はお前の前で待っているぞ。まだ道のりは長い。進み続けろ。
前の勝ちだ。何が欲しい？私がズルをした証拠か？これこそが元気の証だな。今度落ち込んだ時は猫のことを思い出せ。余計なことを考えず一歩踏み出せば獲物が取れるかもしれない。お前の不幸を代償に趣味遊戯審判を執筆するつもりはないのだが。私の実力は相手が勝ちたいと思うか負けたいと思うかで変わってくる。それで今はどんな気持ちだ？少しでも良くなったのなら改善したと言える。負けた方がいい気持ちになると分かっていればもっと叩きのめしたのだが。ほう、ならばこの猫たちのおかげか。そいつか。楽しそうだな。猫の立場になって考えたことはあるか？ああ、とても。調子に乗りすぎではないか？ん？こちらこそお前に感謝している。私をそばにいさせてくれて。紹介する。これが私の一番好きな猫ちゃんだ。